みその古墳とは、大阪府八尾市みその四丁目に所在した古墳。近畿自動車道建設予定地の地下から発掘された埋没古墳の遺構の一つであり、墳丘が古墳として最小規模のものでありながら、重要文化財に指定された大型の家型埴庭や、坪形埴庭が出土している。1981年。 近畿自動車道建設予定地内の、弥生時代前期から中世にかけての複合遺跡である、ミソノ遺跡の発掘調査で、古墳時代の遺構面で一辺7.2メートルの作兵された方墳の遺構が検出された。墳球のほとんどを作兵され、埋葬主体も検出されなかったが、墳球を囲む幅2メートルほどの集合から、ハニワ類が出土した。ハニワ類は、 成功な家型派には2点と、坪形派には25点以上で構成されていた。家型派には2点は、北側集合コーナー部分より出土しており、1点は、入りもや作り高床式住居を表現したもので、高さ7 0トル胸の最大長7 5トル毛行雪最大長5 5トル両行の最大長4 5トルであった。 外面全体と内部の一部をベンガラで赤く塗布され痕跡がある。内部には床部分とそれより3.5センチメートル高くしたベッド上施設を設け、外面の四面の中央にはそれぞれ戦国で盾を描いている。それらの盾には巨子文による文様が施されていた。この家型埴庭はかなり精巧に作られており、当時の主張の家を忠実に再現している。 可能性が大きいとされる。もう一点の家型歯庭は、切り妻作り倉庫を表現しており入り口が一箇所、認められる他は、窓が設けられておらず、倉庫を表現していると思われる。高さ3 1トル胸の長さ6 0トル桁き最大長は、約4 2トル両行最大長は約、長は約3 8トルであった。 外面はやはりベンガラで、塗布されていた。つぼ土器時は朝顔形円筒葉庭と、類似した形状のものが多く、底部には10センチメートルほどの穴が、小生前から開けられており、当初から葉庭として制作されたものと考えられるという。これらの家型刃庭2個と、つぼかた原家のうち3点は、重要文化財に指定されている。ありがとうございます。